太郎さんの前の金の時から YouTube とかで発言も見させてもらって、本当魂のある質問だったり中身のある質問される方だなと思ってよく見てました、注目してました。で、今は僕も考え方は令和を支持してまして、いいなと思って、仲間にもこういうことした方がいいんだよ、これは嘘だったよとか言うんですけど、どうしてもやっぱり理解してもらえない部分があって、それを質問させてもらいます。国債発行消費税の減税についてのことなんですけど、それを言うと結局今の政権でもできてないからやらないメリットがあるんじゃないかなっていうふうに思う方が多いみたいで、そんなもん絶対やめた方がいいって僕が言ってもやっぱり分かってもらえない方が多いんですね。現政権でそれをやらないメリットというか、なんでできないのか、令和だったらなんでできるのかっていうところを教えていただけたらと思います。ご質問いただいた方ありがとうございます。私たち令和新選組の経済政策を支持してくださっているということだと思います。一方で経済政策を支持している友達にそれを広めようと思って喋ると、そんなの無理だろうという声が結構返ってくると。令和ができるってことができるんだったらとっくの昔にやってるわけだから、そんなの令和が言ってることはできないってことなんじゃないかというような整理だと思うんです。でも違うんですよ、これまでもやってきてるんです。国債発行、いわゆる通貨発行、国がお金を作れますよね。お金を作ってるのは誰ですか？あなたではなく国です。皆さんは国が作ったお金を使う立場ですよね。だから国の立場と皆さんの立場は全く違うんですよ。同じ立場ではない個人と国を同一視して政府の借金という話を持ち出してるんですね。もちろん個人が借金すればその人が期限までに、もしくは人生を終えるまでにその借金は返した方がいい、当たり前なんです。一方で国、政府が借金をしているという状況は、あなたが借金しているものと同等に話せない、全く違う次元のものなんです。なぜならば国はお金が作れるから。2013年麻生太郎さんが発言されました。当時財務大臣そして副総理です。読みます。日本は自国通貨で国債を発行している、すって返せばいい、簡単だろう。言ってる意味わかりますよね。日本は円建てで国債発行してるんだろ、返さなきゃいけないのか、じゃあすって返せばいいじゃないかってことをおっしゃってるんです。違う方のお話聞いていただきます。 FRB 議長、つまりは日本でいう日銀総裁、アメリカの FRB 議長だったグリーンスパンさんのご発言、読みます。米国はいつでもお金を印刷できるので負債を支払うことができる、したがってデフォルトの確率はゼロである。これ麻生さんと全く一緒のこと言ってるんですね。デフォルトっていうのは支払いが不能になるってことです。アメリカお金いつだって印刷できるんだから、借金支払うことできるんだよ、支払い不能になる確率はゼロだよって、これ麻生さんの発言と全く一緒だってことで、これは財務省も同じようなこと言っちゃってるんですね。2002年に遡らなければなりません。で、財務省が言っている内容は今皆さんがお手元にある iPhone とかね、いろんな端末で財務省のホームページからご覧いただけます。同じものが外国格付け会社宛て意見書、つまりは財務省が外国の格付け会社に対して文句を言った内容なんです。どうして文句を言うことになった？2002年に世界の三大格付け会社 S&P、フィッチ、ムーディーズ、これらが日本の国債の格付けを下げるってことを決めちゃった。これ困るの誰？日本ですよ。どうして評価を落とすんだよってことで反論したものがこちらなんですね。その内容、こんな内容です。財務省から格付け会社宛てに対した反論。日米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられない。デフォルトとしていかなる事態を想定しているのかと書かれています。もっと簡単にします。日本の円建て国債の支払い不能は考えられない。支払い不能としていかなる事態を想定しているのか。麻生さん、グリーンスパンさん、財務省、同じこと言ってるんですよ。つまりは何かって、政府は通貨を発行する主体だろって、これが返せなくなるなんて話あるわけないじゃないかって当たり前のこと言ってるんです。これだけのことを言っていながらテレビ新聞では何が載ってるか、そして国会では何を言われてるかって言ったら、政府の借金が1000兆円を超えまして、これは孫の世代に対してこれをツケを回すことになるっていうデタラメを言ってるんです。違いますよ、皆さんの借金ではないんです。政府の借金なんです。政府の借金とはつまり何を指すか、
1000兆円を超える借金と言われるものは、政府がこれまで社会に対して通貨をどれぐらい供給してきましたかっていう足跡に過ぎないんですよ。1000兆円を超える借金とは、1000兆円を超える通貨の供給をやってきました。ただそれだけなんですよ。いや、そんな話はどうでもいい、借金は良くないんだから全部返せという人がもしも現れて、その人の言う通りにやったらどうなりますか。1000兆円を超える借金を返すために、1000兆円を超えるお金を回収しなければなりません。つまりは皆さんから税金で取らせていただきます。その後社会どうなりますか。社会にはお金が流通しなくなるっていう状況になっちゃうんですよ。政府が借金という体を使って社会に通貨を供給する行為、ただそれだけなんですよ。それに対して政府の借金がみたいな話が広がっちゃってるというよりも、逆にそういう話にしたいってこと。どうしてそんな話にしたいかって、金すれんの分かってんだぞっていう話にされちゃえば、皆さんの生活をちゃんと底上げするような政治に変わっていかなきゃダメでしょ。徹底的に国が底上げするような政治が行われたとしたら、皆さんの生活安定しちゃうじゃないですか。安定されたら困るんですよ。どうしてか、政治に対して口出すから。自分の人生安定してこの先も大丈夫だと思った途端に、地域のために何かできないかとか、国のために何か必要だろうとか、余計なこと考えるでしょ。そんな社会になったとしたら困ったら、そういう社会にされてしまったら困るの誰かって言ったら、やっぱりこの国をコントロールしようとする者たちなんですよ。この国をコントロールする者たちって誰かって考えたら、今見たら分かるじゃない。資本家ですよ。消費税考えてみて。どうして消費税が存在します。苦しめるためにあるんですね。で、もっとちゃんと言いますね。消費税は残念ながら皆さんの社会保障もしくは老後とかほぼほぼ関係ないんです。じゃあ何のために取ってるかって、資本家に対して減税するために取ってるんですよ。穴埋めに取られているのが消費税なんです。こちら法人税率、基本税率引き下げがね、この数十年の間順調に行われてるんです。法人税下がりっぱなしなんです。で、下げるたびに行われる、下げる前にもしくは下げた後に必ず行われることがある、何か、消費税の増税なんですよ。消費税は何のために使われていますか。答え簡単、皆さんにはほとんど関係がない。その多くが資本家や大企業に対して減税した分、穴埋め使ってるだけなんですよ。はい。その結果どうなりましたか。1989年から2016年で見てみると増え続けてるものがあります。1989年とは消費税が始まった年、 3%、2016年までの間に、これ赤いところは減り続けてるんですね。法人税収が 192.5 兆円減ってるんですよ。一方で増え続けたものがあります。消費税収です。263兆円。つまりはこうなったってこと。消費税収の約 73% が大企業減税の穴埋めに使われているっていう話なんです。おかしいでしょこんなの。この国の経済衰退させたの消費税ですよ。30年もの間経済が不調、当たり前じゃないですか。社会にお金が回ってないという不況の時に消費税上げたらどうなる。消費が減ります。そういう話なんですね。消費が減ったらどうなるってことなんですけど、所得も減るんですよ。物買う人が少なくなればそのお金が回らなくなるわけだから、それを受け取る側も利益がどんどん減っていくってことになりますよね。こういったこと、つまりはこの消費税 73% が大企業の穴埋めされることによってどうなりましたかってことなんですけど、企業の内部留保8年連続で利益の剰余金は毎年過去最高を更新し続けてて、ぐいぐい儲かってるって話ですね。はい。一方でこの国に生きる大勢の人々はどうなりましたか。はい。これ所得の中央値です。1995年から2019年までの間、所得の真ん中、高いところから低いところまで並べてその真ん中が中央値、下がり続けてんです。すごいでしょ。一部の者たちが利益を貯め込み続け、多くの皆さんは賃金だだ下がり、25年で108万円低下させられてるんですよ。よくこんな間抜けな政治を続けさせてますねってことなんです。皆さんに徹底的にお金を、例えば教育費無償とか社会保険料国負担を大きく増やしてとか、政府が通貨発行することによって医療費が例えば無料になったりとか、あなたが困ってることに対して困らないような社会を作っちゃったらどうなりますかって。当然そういう社会になった方がいいんですよ。誰もが不安なく生きていける社会を提供するのが政治の役目だから。でもそうじゃない、そんな社会にしちゃったら、すれるお金がある、渡せるお金があるって言ったって渡しませんよ。今のままでいいんです。
50% の人が投票を諦めてくれた方が、一定の組織票や企業献金だけで自分たちの好きな世の中作っていけるんですから。この30年の間に何が壊された？税金の取り方壊されましたよ。この30年の間に何壊された？労働環境壊されたでしょ。より安い労働力を大量に作るために非正規労働拡大されたでしょ。派遣労働も解約され続けたでしょ。頭打ちになって何がなった？2018年には入管法の改正、より安い海外からの労働者を大量に流入するような道筋作ってる。この日本の労働市場の中で底辺争いをさせるような、この国に生きる労働者たちに奪い合いをさせるような、そういうような環境を作ってきたのが永田町ですよ、政治ですよ。最低じゃないですか、こんな政治。 50% の人が諦めるっていう状態でこれが担保されちゃうんです。どこまでも国を好きなように使える、どこまで行っても部品みたいにみんなを取り扱えられる、取り扱いが可能になる、こんな地獄やめたいんですね。いやもう何の心配もないわ、生きてて最高ですみたいな人を増やしたいんですよ僕。そのためには景気を良くするしかないんです。25年間先進国の中で経済が成長しない国って日本だけですよ。賃金がだだ下がりの国って日本だけですよ。どの国もそんなことしない。自国の通貨を持っている。アメリカだったらドル、イギリスだったらポンド。社会にお金が足りないねってことになればお金の量を増やす。必要なとこにお金を継ぎ足していく。社会にお金が回ってなくて不況という状況を回避するための経済政策。基本の基。日本はどうしてる？お金は出してる。お金は出してるけれども、必要なところには届けずに自分のお仲間にばっかりお金回してる。こんな状態だったら当然地盤沈下止まりませんよね。でお話しいただいた金吸ってできるんだったらとっくにやってるだろって話なんですけど、金吸ってやってるんだけど、その偏りによってこの日本の経済っていうものは立て直らないという状況がある。国債発行どれぐらいしたら国がダメになるのかってことをちょっと見ていきたいんですよ。例えばですけど、これ国債発行の額だけを表してます。2020年度の1年間の予算、当初予算では国債発行 32.6 兆円でした。それが第一次補正予算、つまりは本予算、1年間の予算で足りない部分を補正として継ぎ足すって考え、4月7日に閣議決定されて 25.7 兆円、5月27日に第二次補正 31.9 兆円、12月には20兆円程度の上積み、合計で112兆円もこれ国債発行してるんですよ。国債発行したら国が壊れるって？じゃあ112兆円も国債発行したんだったら国破綻しててもおかしくないじゃないですか。どうなりました？とんでもないですよ。その他にも足していくと、2021年度の補正予算と2020年度の当初予算、他にもですね、新規国債発行とかを足していくと 171.4 兆円になりますよ。どうなってますか？国債の金利10年、まあ主役ですね、国債の。ずっと低金利のままですけど、一番冒頭の、2020年の3月27日の本予算、国債金利10年もの 0.024%、 一番右側が一番最後にご紹介した令和3年度の本予算成立、この時にはプラス 43.6 兆円の国債発行が行われている。金利見て 0.088%。 どうやって破綻するのこんなの。つまりはできるってこと。この程度のレベルで破綻するような状況じゃない。逆に言えばもっとお金出さなきゃダメなんですよ。この金利って異常でしょ、低すぎるでしょ。歴史上ずっと歴史的な超低金利が続いてるんです、この国。どうしてかって言ったら経済壊れてるからですよ。ずっと低く推移し続けてるから。本当は日本って国は力があって、そこには大きな供給能力、物を作り出す力があるのに、その供給能力が需要、物を作り出す、物を買う、投資するという力が弱いために、もともと持ってる素晴らしいこの供給能力がどんどん毀損されていくっていう状態なんです。例えば日本が、世界が自分たちの国の通貨で発行できる額どれぐらいまでなのかってことを考えたときに、金額ではないんですよ。金額ではない。じゃあ何が上限になる、制限になるって言ったら、これ供給能力なんですよ。どれぐらい物を作る力があるかっていうことで見ていくんですよ。金本位制じゃないからね、今は。どれぐらいの金を持っているからこれぐらいのお金を作れますとかっていう時代じゃないですよ、もう。上限は、制限は、当然、これ供給能力なんです。じゃあ、その供給能力って言われてもわからないから、その上限となり得るもの何なのって言ったら、インフレですよ。
インフレがどこまで進むんですかということに関してしっかりと見ていかなきゃいけない。どうしてインフレ率なんですか。その答えをこの方が語ってくださっています。ケネディ大統領です。ケネディ大統領とトービン博士、ノーベル経済学賞を取った方です。読みます。ケネディ、債務対 GDP の比率に経済学的な上限はありますか。ケネディは何と聞いてるか。国の規模に対してどこまで借金していいとかそういうルールあるんですか。ケネディはそう聞いてます。ケネディは続けます。政府債務は過度に増やしてはいけないと言われるけど実際はないですよね。そうでしょ。じゃあ何が上限になるんですか。トービン、唯一の上限はインフレです。ケネディ、そうですよね。財政赤字も政府債務も本来はどんな規模でもいい、インフレにならない限りは、それ以外はたわごとですよっていう話なんですね。政府の債務が1000兆円を超えている、それが何か問題でも具体的に言って。じゃあ1000兆円がいくらになれば破綻するの。そんなこと言える専門家一人もいませんよ。一人もいない。そりゃそうです。金額が上限ではないわけだから、皆さんの生活さらに底上げしていくようなことをやっていって、需要が高まっていくようなことをやらなきゃいけないときに消費税導入ですか、消費税増税ですか。そんなことやっちゃったらより消費されなくなる、投資も弱まる、需要が弱まって、この国さらに弱くなっていくっていう25年続けてるんですよね。これ私が言ってること決して無茶な話ではないんですね。どうしてか、高校生の教科書見てみてよ。山本太郎が適当なこと言ってるわけじゃなくて、高校生が使っている教科書にもそれは書かれてるよ。見てみて、不況と書いてあります。不況の時には何をしますか。減税が必要なんです。当たり前ですよね。社会にお金が回ってないからお金を絞り取るのをやめるってことです。緩めるってことです。他にやることがあります。不況の時には何をやらなきゃいけないですか。教科書によると公債の発行、公共投資の増大って書かれてる。つまりは金をすれですよ。そして仕事を作れ、これが不況の時にやるべきことだ。続いて景気がいい時はどうすればいいんですか。景気がより良くなりすぎる、これを止めるためには何が必要ですか。増税と書かれてます。社会にお金が溢れすぎないように、それを間引く行為が増税だということです。インフレ 2% になるまではお金を作ってみんなに投資できる、生活を底上げできるっていうのが日銀と政府が平成25年に決めたことなんですね。これで、これ 2% である必要があるのかってことなんですけど、私は 2% と決める必要はないと思ってます。5年間の投資で 2% から 3% の間に落ち着くんだったら、例えば一時 6% に上がったとしてもそれで焦ることはない。 2% から 3% に落ち着く感じの、政府からお金を出していくっていう行為をやらなければ、だって25年間不況だったんですよ。地盤沈下し続けたんですよ。そこに対してコロナまでやってきたのに国本気出してませんよ。戦争まで始まってんです。この状況を鑑みれば当然やれることははっきりしてる。しかもインフレになるのは社会にお金が溢れた時だという説明をしましたけど、これいいインフレの場合ね、今起こってるのは良いインフレじゃないですよ。物が売れます、企業の業績が上がります、それによって賃金が上がっていきますという良いインフレが起こってるのはアメリカの方。日本は違う。25年デフレだったんですよ。そこにコロナ来たんですよ。経済状況悪いままで、今悪いインフレが起こってんでしょ。悪いインフレって何？輸入物価の高騰でしょ。どうして輸入物価上がることになった？一つはコロナによって数々の目詰まりが起こった。労働者、雇用を確保するのが非常に難しかった。それだけじゃなくて輸送という部分に対しても目詰まりを起こした。そこに加えて戦争まで起こった。これによって穀物やもちろん原料、燃料価格っていうのも上がってった。国内でどうにかできる話じゃないでしょこれって。でも輸入物価が上がれば、石油が入ってきた時にはこれが日本国内でプラスチックにされて製品化されて売るわけだから、外的要因によって日本国内の物価もさらに上がっていきますよ。穀物が入ってきたとしてもそれをまた商品化したり加工したりとか、いろんな手順で日本国内の好景気によってインフレが進んでたところに今の状態が起きてるわけじゃない。日本の景気はどん底ですよ。ずっと唯一成長しない先進国の中で、賃金下がりっぱなしの状態の中にコロナが来て、今外的要因で様々なものが上がってる状態で何ができますかっつったら、政府が金出すしかないんですよ。まずやらなきゃいけないことは消費税廃止しかないんですね。この外的要因で物価が上がってる部分を国がしっかり吸収していかなきゃダメなんですよ。生活者のために、事業を継続できるようにするために。みずほリサーチが試算したところによると、この外的要因、
輸入物価の高騰によって低所得の方々が受けるインパクトは、新たに消費税が 3% 近く増税された状態と同じなんですよ。つまりは消費税 13% っていう形がのしかかってる状態。ありえないでしょ、こんなの。しょうがないだろう、なんとか耐えろよっていう思いの方もいらっしゃるかもしれない。でもそれやったらまずいんです。どうしてか、みんな同じ船に乗ってるから。この国の GDP と呼ばれるものはみんなの儲けを足したものだから、みんなの所得を足した総額が GDP なわけで、一人でも厳しい人が増える、その状況はこの国自体が弱っていくことになります。その人の努力が足りなかったの？その人が頑張らなかったの？だからこんなことになったの？違う。国の経済政策が間違い続けてきて25年、先進国で唯一成長せず賃金が下がり続ける国になった。つまりは政治の責任において格差を生み出し、人々から自信を希望を奪い続けてきたんですよ。アメリカは景気爆上がり、当たり前に当たり前のことやってんです。足りていないから金を作るんだよ。足りていないから金をしっかりと届けるんだよ。それによって守れるものは何か？その国に生きる民ですよ。その国に生きる事業者ですよ。だってそれらが倒れてしまえば国の安全保障自体ないですから。だからこそやるんですよ。日本はどう？沈む一方。このままじゃまずい。でもこれは変えられる。当たり前ですよ。政治があるんだから。まだ選挙制度がある間はこれ変えられる。でもいつまでこれが続くかわからない。もう来るとこまで来ちゃってんですよ。どれぐらいか、100を超える経済的統計を偽造されるぐらい、公文書も改ざんされるぐらい、そして一部資本家に儲かるようなことだけを大々的に進められるぐらい、消費税収の 73% が大企業に対して資本家に対しての減税、この穴埋めに使われていたり、資本家を儲けさせるために資本家にとってのコストである労働者のあなた不安定な状態にさしたり、そこに対して頭打ちになれば当然海外からより安い労働力を流し込めるような状態にしたり、自分では気づいていないとしてももうすでに食われてる、そしてこれからさらにそれは仕上げられる状態なんですよ。この参議院選挙終わった後の3年間、ここすごく重要なんです。だから注目していただきたい。一番ややこしい奴らを国会に送っていただきたいんです。そいつらがいれば国会の中で閉じられた中で行われていることは外に漏れ出す。そりゃそうです。国会の中から警鐘を鳴らし続けるから。ぜひ注目をいただきたい。令和新選組代表の山本太郎と申します。